平野紫陽、恐おそろ福のコラボ動画に,に、匂わせ、指摘、疑われ続けた振付師が、勘違い、否定、家族以外の時間は仕事だけ、ご安心ください。振付師で、ダンサーの RIEHATA さんが1月8日に X、ツイッターを更新、ナンバー、I、平野ノ陽さんとの、匂わせ疑惑が一部あることを誤解だと完全否定しています。好評だったダンスコラボに一部で、疑惑、浮上、平野さん、 神宮寺優太さん、岸優太さんによるシングループ、ナンバー、愛が1月1日にリリースしたファーストシングル、ゴートの振り付けを担当するなど、3人が、キング、プリンスに在籍していた当時から仕事仲間として関わりがあった RIEHATA さん。多くのファンから振り付け師として評価されており、2023年9月に平野さんとのダンスコラボ動画をお互いのインスタグラムで公開した際には、 紫輝くんとリエさんのダンス最高。久々に紫輝くんとリエハタさんのツーショット嬉しいです。リエさんとダンス。よかったね。紫輝くん。などポジティブな反響が寄せられていました。多くから高評価を受けたコラボでしたが、二人がお揃いのキャップや T シャツを着用していたことや、ダンス BGM が深い愛情をテーマにした楽曲だったことから、一部ファンからは、おそろコーデとか匂わせとしか感じられない。 あんまり匂わせはしてほしくない。このランスの選曲に意味はありますか何か不快な動画、泣いてる子いっぱいいるよ。など、匂わせを疑う声も、勘違いをされている方、どうかご安心ください。過去の SNS 投稿に対して、匂わせを指摘する声はやまず、RIEHATA さんは4ヶ月ほど経ったこの日、私は息子2人と暮らして、家族以外の時間は仕事だけを全うしています。勘違いをされている方、 どうかご安心ください。これ以上誤解による憶測で悲しい思いやご迷惑をおかけしたくないので書かせていただきました。皆様に日々感謝しています。これからもエンターテイメントで貢献できるよう頑張りますと、自身の家族関係を明かしつつ巻き起こった疑いを完全否定しました。RIEHATA さんの投稿に対し、平野さんのファンからは、レイハタさん、最初の一文で心が痛くなりました。 このようなポストさせてしまった、心中を察しします。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ないです。リエさんやご家族の方が嫌な思いをされているのではと心配しておりました。でもほとんどのファンはそんなこと1ミリメートルも考えたことないし、リエさんには感謝しかしておりません。ほとんどのファンはリエさんとのお仕事を本当に楽しく嬉しく思っています。こんなことを言わせてしまってごめんなさいなどと謝罪コメントが続々。 また匂わせを指摘している人が多く限られていることから、平野さんのダンスコラボ動画にも、世界へ行きたい平野仕様の夢を邪魔しているのは間違いなく、前社の社長でもなくファン、偉大なダンサーさんが SNS に上げてくれて、世界の一人でも多くの人に平野仕様という名前を知らせてくれたことに感謝すべき、紫輝くんの活動の足を引っ張ってはいけないなど、是正を促す新たなコメントも見られました。